羽地ダムは沖縄県名護市二級河川、羽地大川本流に建設されたダムである。内閣府沖縄総合事務局が管理する多目的ダムで特定多目的ダム法に基づき建設された国土交通省直轄ダムである。羽地大川の地水と名護市及びその周辺地域に渡る1217ヘクタールの館内、そして1日あたり最大1217 立方メートルの浄水道用水を沖縄本島全域に供給する目的を有する沖縄北部7ダムの一つダムによって形成された人造湖は西洋に明け見お湖と命名された沖縄本島では第二次世界大戦後の経済成長などに伴って水の需要が増加ししばしば水不足に見舞われた人口が集中する沖縄本島南部だけでは需要を まっかないきれなくなる恐れがあることから、水源を沖縄本島北部山間部に求めることになった。羽地ダムについては1966年5月にアメリカ陸軍工兵隊が計画し、1970年より琉球政府建設局が調査を始めた。1972年の本土復帰により調査は沖縄開発庁に継承され、1981年に 建設事業が始まった。ダム本体は1996年3月に着工、2001年7月に試験淡水が開始され、2005年に1月に竣工した。1984年に示された基本計画では総事業費260億円の予定であったが、付け替え道路の変更や地滑り対策、赤土流出対策などの費用が加わり、 最終的な事業費は700億円に上った。なお、羽地ダムは、福地ダムなどと同様に、沖縄振興特別措置法第107条に基づき、河川法第10条の特例として、二級河川ではあるが、特定多目的ダム法に基づき建設された、特定多目的ダムである。このため施行から管理までは一貫して、国土交通大臣が行い、 国土交通省直轄ダムの扱いを受けるが、沖縄県については、沖縄総合事務局に管理を委託している。砂岸の地質が悪かったため重力式、コンクリートダムは不適とされた。また、洪水破棄も右岸に設置することになった。砂岸の地形を考慮して、曲線上のダムとなっている。コア材は、ダム本体から上流 3.2km の山から、ロック材は、 ダム本体から上流1キロメートルの山から運ばれた。停滞上流側の傾斜は1、2.7、下流側の傾斜は1、2.2である。洪水破棄は常用、非常用とも自由へ図流式である。原生口は水平とべミズ式が採用されており、副ダムによる重上げのためバッフル型の二次原生口が追加されている。取水設備として、 空気ロックで取水位置を制御する多項型ゲートレス式が採用され、費用の低減が図られた。また、放流設備において、日本で初めて引っ張り、ラジアルゲートが採用されている。管理棟や取水塔は、18世紀に羽地大川の改修に携わった、サイオンの五行思想を表すため五角形をもとに、デザインされている。 包み高が高いため通常の階段式漁道では小型の魚やエビカニ類が移動できないことから圧縮空気を用いて管内を移動させるエアリフト漁道が新たに開発された。ダムによって形成された人造湖は名護市にゆかりがあり琉球王朝の三士官の一人で羽地大川の改修事業も手掛けたサイオンと夜明け、明け物を意味する明け。 船の航行に適する底深い水路を意味する、見よを組み合わせ、西尾に明け見湖と命名された。ダム建設に伴い県道18号と、市道羽地大川線が付け替えられ、市道には、西尾に明け見湖をまたぐエクストラドーズド橋の、またきな大橋が架けられた。工事中には、赤土が流出するのを防止するための沈射池が設置された。また、工事中の行動に、 沖縄古菊頭コウモ森が住み着いてしまい、これを保護するため新たに人工洞窟が整備された。ありがとうございます。